はい、おはようございます。ラスカルでございます。先日ね、動画にもしたうま辛タンメン穂村さんのメニューをまた購入させていただきました。で、今回購入したのがこちらなんですけれども、前回はね、あの穂村のリミックスっていうラーメンでいただいたんですけど、このあんだけで丼物用の新メニューが出てたので、こちらをね、購入させていただきました。やべえ結構濃厚だからね、ご飯にかけたいなって思ってたのに、それがね、出ちゃったの買うしかないでしょってことで、今回はね、購入した次第でございます。で、昨日ね、ちょっと仕込んだこのチャーシューと、これは買ったチャーシューまあニンニクとかね、卵を使ってでっかい丼を作っていきたいと思います。まずは、あんとお肉を湯煎して温めていきます。よいしょ、よいしょ、はいっと、火力マックスで、よし。んーで、ここに、よいしょ、あんとチャーシューを入れまして、で、あとはニンニクを刻んでいくんですけど、これはもう端折っていいですよね今湯煎してる間に、この仕込んだチャーシューの方も切っていきますね。こちらも低温チャーシューで仕込んでありまして、今回はバラ肉を白だし、お酒、みりん、砂糖で仕込んであります。うまそう、こんな感じ、超うまそうだけど、うわ、超うまい、うまっ、よし、オッケー、うまっ。今湯煎も終わりましたんで、盛り付けの方に取り掛かりたいと思います。お米と、今回お米は8合炊いております。よいしょ、炊きたてうまそう、熱っ、あ、うまっ、よし、よっこいしょ、でだ、湯煎したチャーシュー、あっつ、あっつ、ドンとすげえ、こんななっちゃった、まーっと、まーっと、ニンニクを、なんかめっちゃすげえのできたこんな感じでね、完成なので、早速向こうで食べていきたいと思います。はい、ってことで、今こんな感じで完成いたしました。めちゃめちゃうまそうなんだけど、なんだろう、パワーがすごいとりあえずね、食べていきたいと思います。いただきます。ちょっとそのままあんだけで、あんはね、こんな感じになってるんですけど、うまそう、まあ、まあ、濃さはめちゃめちゃ濃いんだよ。塩分はね、めちゃめちゃ高いんだけど、なんだろうな、なんて言うんだろう、かなりビリってくる辛さなんだけど、これがね、絶対にご飯に合うと思うんだよね。ライス多めでいただきます。うんまっ、うんまって濃っ、めっちゃ濃い、うん、ご飯との比率って言ったらね、ご飯3に対してルー1ぐらいでいいぐらいかも。めっちゃ怖いよ、俺。あの一袋で普通の丼だったら何杯作れるっていう感じ。ちょっとチャーシューもこれつけて、合う。みりんとか砂糖入れてるから、ほんのり甘みがあるんだけど、その甘みとこの辛みがね、めちゃめちゃ合う。うまっ、ご飯うん、ちょっとこの
めっちゃでかいチャーシューも一本丸々でございますよっ。うまいし、柔らかいけど、この買ってきたのはね、ほぼベーコン。入れすぎて噛めなかった。ちょっとチャーシューとルーとご飯と。うまい。うまい。あ、なんかいいな、こういうの。なんていうかな、こういうさ、こうスタミナ飯っていうか、バカになって食える飯っていうのかな、なってたらいいんだろう。ガーって食えるこういうご飯って、なんか良くない？なんかテンション上がるよね、こういうのって。うん。でもやっぱりね、最初はちょうどいいんだけど、食べ続けるとだんだん辛いわ。うんうん。ああ、あった。これいくらなんでもご飯多すぎた気がするんだよな。蜜とかすごい。うん、お肉分厚いから筋切りした方が良かったな。噛み切れないや。うん、今日はちょっとこの子をいただきたいと思います。イエス。はい。合うな、うまいな。でもこれいろんなトッピング合うな。今日はね、温玉も用意してるんですけど、その他にもね、チーズとか、まあ、前回かけた納豆とかね、これ絶対合うと思うんだよね。試して。でも今家にね。ニンニク合うな。ニンニクうんめ。あー、今日も幸せ。なんていうか、このニンニク感とかスタミナがある感じ、あとね、辛みとかもそうなんだけど、満腹感がね、めっちゃくる。もう結構お腹いっぱいよ。ちょっとじゃあ温玉ちゃん入れちゃいますか。よいしょ。あ、割れちゃった割れちゃった。んまろやか。まろやかにはなるけど、あんのパワーがすごすぎて、卵がどこにいるかはあんまりわからない。これすごいな、この味のパンチ力。温玉を追加しようかな。ほい。今度は自分で割る。よいしょ。うまそう。うめうめ。
飲み終わった。そして続いてこちらも、うん、いや、うんめえ、うんめえけど、辛いものにコーラってさ、辛さ増すよね。わかります、この感じ。辛い。ティッシュ。お腹いっぱいだな。うん。早くね、子供と遊びたい。なんか自分の作ったチャーシューがさ、噛み切れなくてさ、飲み込むタイミングがわからない。これ美味しいんだよ。美味しいんだけどね。最高。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。はい、ってことで今食べ終わりました。辛いものを量食べるとすごい胃がね、もう今ヒリヒリしてるよ。この丼ね、結構まあ味も濃いめで、一袋もね量が多かったので、ちょっとね溶かしてから小分けにして一回一回分ね分けて使っていった方がちょうどいいと思います。もちろんご飯にも合いますし、それこそこれで麻婆豆腐とか作っても美味しいでしょうし、なんかね、まあ、いろんなアレンジとかも効きそうなんで、気になった方はぜひ概要欄に記載してあるうま辛タンメン本村さんのホームページをご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。